どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、6月6日から開始されたシーズン7フットボールフェスティバルの内容と、シーズンレベル報酬で手に入る選手の内容、おすすめ報酬についてそれぞれ解説していきたいと思います。早速、シーズン7の概要の説明から話していきたいと思います。今シーズンはフットボールフェスティバルっていう名前でして、この夏開催される大会ユーロ2024とコパアメリカを中心としたシーズンになっています。今週末から各大会に関連づくようなカードが登場する予定でして、それに伴ってシーズンレベル報酬もこんな感じで、非常にたくさんのカードが登場します。これらのカードの内容については後で説明をしていきます。シーズンの開幕と同時に経験値がもらえる各種目標も登場しています。このシーズン7プレイ、ワンネーションフレンジ、ミックスネーションズっていうのが、特にシーズン7に特化したものになっています。ワンネーションフレンジはフレンドリー目標になっていまして、毎週更新される予定とのことです。各国の選手を入れた状態で、フレンドリーでね、試合をすることで経験値を獲得できるという形になっています。本日6月6日の時点で経験値は5000強獲得することができますんで、頑張ればレベル5までいけるっていう状況です。で、この中に映ってるなんかちょっと濃い青、緑、あとは薄い青だったり、一番最後にいるこの白いカードなんですかって話をしていきたいと思います。まず現役選手の青と緑のカード、これは栄光への道カードになっています。この青いカードはコパアメリカ栄光への道カードですね。コパアメリカで勝ち上がるとレートが上がる、もしくはプレイスタイルも増えるっていうカードになっています。1勝すればレートプラス1、3勝すればプレイスタイルプラスが1つ追加、準々決勝で勝利するとレートがプラス1、準決勝で勝利するとレートがプラス1、もしくはスキル逆足55、決勝で勝利、優勝するとレートがプラス1されるっていうところで、なので最大でレートがプラス4されるイベントになっています。カードが出た時点でプレイスタイルプラス3つついていて、3勝すればさらに1つ追加されますんで、このイベントからプレイスタイルプラス4つ時代が開幕します。準決勝で勝利するっていうところに含まれているレートのアップグレードプラス1もしくは55についてなんですが、これはおそらくですね、この準決勝で勝利する前の時点でレートが98のカード、要は決勝で勝利すると99になるっていうカードに対してはスキル逆足が55になるんじゃないかと思っています。続いてこの緑色のカードはウェファユーロ栄光への道カードになっています。カードの特性自体はコパアメリカと一緒なんですけど、大会によってデザインが変わっているって形ですね。ちなみにこれは余談なんですが、栄光への道カードゴールキーパーも選ばれていますと。で、途中でですね、ユーロコパアメリカで参照すると、見ての通りプレイスタイルがプラス1されるんですが、ゴールキーパーのプレイスタイルプラスってキャリモもしくはプロクラブ限定になっているんですよ。なので、おそらくね、ゴールキーパーにつくプレイスタイルプラスはパス系になるんじゃないかと思っています。続いてこの真っ青なカードですね、これ名選手ヒーローカードになっています。シーズンレベル報酬だとデュデクが選ばれています。これ何かって言いますと、その選手の出身国がですね、ユーロもしくはコパアメリカでゴールを取るとレートが上がるっていうカードになっていまして、ここに書かれている通り2ゴール取るとレートプラス1、4ゴール取るとプレイスタイルプラス1つ、もしくはレートが99になります。特に2つ目の4点取ればレート99っていうのがちょっとやばすぎますね。このデュデクの場合も、4点取ればレートが99になってしまいます。レート99かプレイスタイルプラス1つって書かれているんですけど、これもさっき話した栄光の道と同じように、この時点でレートが99じゃなければレート99化が優先されると思いますんで、要はヒーローもしくはアイコンの選手は4点取ればレートが99になってしまうっていうところですね。最後にこの白地のカードに青と赤の背景が加えられているこのカードは名選手アイコンカードになっています。今回シーズンレベル35あるんですけど、一番最後にね、この名選手アイコンのプスカシが入っています。見ての通りプレイスタイルプラスが4つになっています。これですね、見ている限り、プスカッシュの場合は4点取ったらレートが99になるわけなんですけど、もともと98でリリースされているカードに関してはプレイスタイルプラスが5つになるっていうことだと思います。名選手アイコン紹介している時にこっちに目がいった方も多いと思うんですけど、クロースがですね、シーズンレベル34で
エンド版イラカードが登場しています。見ての通りクロースプレイスタイルプラス4つっていうところで、非常に素晴らしい選手ですね。能力については後で見ていきたいと思います。続いてディビジョンライバルズチャンピオンズファイナルの報酬について話していきます。それぞれ変更されています。まず赤金ピックについてですね、これまでレート制限がなかったんですが、レートが92以上の S ピックに変更されています。でそれに加えて3つ新しいパックが出ていまして、トップユーロネーションズ5名パックっていうものと、コパアメリカネーションズ5名パックで、それに加えてレート92以上の TOTS 3名パックっていうのが含まれるようになっています。このトップユーロネーションズとかコパアメリカネーションズ、まあ、詳細はちょっと分かりかねるんですけど、多分国が絞られている状態で選手が出るって話でして、まあユーロとかコパアメリカに出る国のね、特殊カードが出やすいという話だと思います。ディビジョンが下がっていくと TOTS ピックの選択肢が減ったりとか、あとはネーションズパックの数が減ったりっていうことが起きますね。ディビジョン2になると3択になりますし、あとはコパアメリカネーションズパックがレート81以上に変更されます。ディビジョン3の場合はコパアメリカネーションズパックなくなりまして、ユーロネーションズ5名パックがレート81以上になるんですけど、まあ92以上の TOTS 3名パックもらえるというのは非常にありがたいですね。報酬で TOTS ピックがもらえるのはこれまでと同じくディビジョン4以上になっています。ディビジョン4になると TOTS 3名パックは報酬に含まれなくなっています。続いてチャンピオンズファイナルの報酬についてです。今日昼出した動画でも言及しているんですが、こちらね、変更されています。84プラスピックが復活しているっていうところと、あと赤金ピックに関してはレート94以上のアルティメット TOTS が継続、それに加えてトップユーロネーションズ5名パック、コパアメリカネーションズ5名パックが新しく追加されていまして、で TOTS 3名パックはトレード不可になっています。正直ランク1からランク3でもトレ不可ってのは結構残念ではありますね。ランクが落ちていくごとに、まあ、ピックの数だったりトップユーロネーションズコパアメリカネーションズパックの数が減っていくって形になっています。あとチャンピオンズファイナルの開催時期についてなんですが、現在は不明になっていますと。まあ、ここに書かれている限りだと土曜日の朝4時から始まる、まあ、これまでの TOTS 期間と同じような形っぽいんですけど、特にわからないのが終了日ですね。まあ、これまで水曜日夕方4時までだったんですが、これがね、まあ、火曜日になるのか、それとも引き継がれるのかっていうのはまだわからんって状況になっています。最後にシーズンレベル報酬で登場する選手の評価と選択肢が発生するものどっちがいいのかっていうところを話していくんですが、今回ですね、シーズンレベル報酬で手に入る選手がめちゃめちゃ多いっていうところと、あと選択肢で発生しているパック的に、まあ、これ選手選ぶしかないよねっていうものが非常に多いんで、レベル17のブロゾビッチから能力の説明を話していきたいと思います。ということで、まずレベル17ブロゾビッチからですね。この選手はレートが最大96になるカードになっています。プレイスタイルは9つ、容赦なし、予測、ブルーザー、まあ悪くない組み合わせだと思いますし、あとはパスプレイスタイル3つ持っているところであったりとか、能力も全体的にいいですね。クロアチアが躍進すればこっから綺麗に数値が3、4上がっていくと考えると、まあ非常にいいバランスだと思います。悪くはないカードではありますけど、ミドミドってのはちょっと怖いですね。もう一方の選択肢、81プラス11名パックですね。まあこれはブロゾビッチ安定だと思いますね。やっぱこのパックでなかなか92以上は引けないと思いますし、こっから勝ち上がってレートが上がっていく可能性もありますんで、まあとりあえずブロゾビッチ安定だと思います。続いてレベル19ティアニーです。この選手は最大レートが97になるカードになっています。しっかりペースも96ありますし、ドリブル、守備、パス、それぞれまあ非常に優秀、スタミナもありまして、でプレイスタイルもまあちょっとね、スロワープラスはいらないんですけどね、まあ迅速プラス、ジョッキー、あとは予測だったりパスカット、悪くない組み合わせだと思います。もう一方の選択肢は81プラス11名パックですね。まあこれもさすがにティアニーになると思います。続いてレベル21バロ軍です。逆足が5ってのが嬉しいですし、ポジショニング決定力も99、ペース、ドリブルはまあまずまずっていうところですね。ただまあちょっとパスは低いなとは思います。一方でプレイスタイルは非常に良くて、プラスが高精度、迅速、トラッパー、まあこれ素晴らしいですし、あとは低いパスの位置を保管できるものを持っています。まあ、容赦なしついてるのは嬉しいんですけど、スタミナ82なのでここはあんま関係ないとは思うんですが、まあ、プレイスタイルの組み合わせは非常にいいですね。アメリカの躍進次第では、まあ、サブ起用とかも十分考えられるようなカードだと思います。もう一方の選択肢は84プラス5名パックですね。まあ、これもバロ軍一択だと思います。続
いてレベル22、名戦士ヒーローのデュデクです。ゴールキーパーにしてはちょっと低い187センチ、これはネックではあるんですけど、やっぱりこのカードは4点取ったらレート99になるのが濃厚っていうのがちょっとおもろすぎますね。プレイスタイルもしっかり備わっていますし、まあ、レート99のゴールキーパーを取らない選択肢はないんじゃないかと思います。もう一方の選択肢は84プラス5名なんですけど、まあシンプルにこのパックでレート99とか、まあ94のカード引くのもなかなか難しいと思いますんで、これはデュデク安定だと思います。続いてコパアメリカ栄光への道のヒメネスです。最大レートが98になるカードになっています。スキル逆足音4というところが非常に残念ではあるんですが、ペース、シュート、パス、ドリブル、まあそれぞれ非常に備わっているいいカードだと思いますね。プレイスタイルプラスもテクニカル、迅速、パワーシュート悪くないですし、パスのプレイスタイル、的確もしっかり持っていますと。まあそこそこやれるカードだと思います。ただやっぱ44っていうところがね、どうしてもネックではありますね。もう一方の選択肢は85プラス3名パックになっています。ちょっとね、85プラスとかになってくると結構揺らぎはするんですけど、このレベル24に達した時にメキシコがね、結構その結果を残していて、レートが96かになっていたら、まあヒメネス取るだろうなとは思います。ヒメネス濃厚ではありつつ、まあ結果次第では853もあるなっていうところですね。続いてレベル25、クラウスです。最大レート98になるカードになっています。まあフランスなんでね、優勝候補筆頭の国から、しかも結構強いクラウスが選ばれたってのは、めちゃめちゃ嬉しいですね。ペースはしっかり98ありますし、それ以外の数値も非常に素晴らしい。まあ、若干守備意識低いんですけど、守護者で保管する形になるかと思います。プレイスタイルも非常に良くて、まず容赦なしプラス、あとパスカットと予測プラス、まあ、これもいいですし、で、鋭いパスで展開も歴史瞬速も持っていると、まあ、非常にいいプレイスタイルの組み合わせだと思います。まあ、スロワーは別にいらないですけどね。まあ、とはいっても別にこれがついてるから選ばないっていうカードではないと思います。正直、現時点でもトップクラスのカードなんで、98になってしまったらほとんどの方が使うんじゃないかと思うレベルの素晴らしいカードですね。もう一方は84プラス10名パックなんですが、これはね、まあ、単純に強いと。まあ、初めてシーズンレベル報酬でシンプルに強いカードが来たっていうところで、クラウス安定だと思います。続いてレベル26、サンチェスです。最大レートが98になるカードになっています。スキル逆足55になっているのも非常に嬉しいですし、ペースも96、ポジショニングも99だったり、それ以外の数値も全体的に非常にいいと。まあ、若干リアクションコントロールドリブルが低いんですけど、ここはマークスマンとかで保管する形になるかと思います。この選手はプレイスタイルも非常に良くて、高精度プラス瞬速、まあ、フレアは別にあれですけど、まあ、それ以外のテクニカルとか鋭いパス、ロブタツ、敵タカ、セッターもそれぞれめっちゃいいものしか持ってないっていう状況ですね。もう一方の選択肢が87プラス3名なんでね、これは結構揺れるとは思いますけど、まあこれもチリの躍進次第かな。個人的にはまあ試したい気持ちあるんでサンチェスにするかと思うんですけど、まあチリがね、もし早々に負けて94で固まってしまった場合は、まあちょっとね、ペースカンストを期待していた分そこが残念ってことになると思いますんで、873も十分あるとは思います。続いてレベル29、ベルナウド・シューバです。トップ下と CM、 あとは右でもウィングできるカードになっています。まあ逆足号ってのも嬉しいですし、守備も含めて非常に数値高い、まあ優秀なカードですね。ハンターつけるのもいいですし、シャドウつけるのもアンカーつけるのもいいと、非常に幅広くね、付け替えられる選手だと思います。プレイスタイルも結構いいですね。容赦なし、鋭いパス、予測、それぞれ素晴らしいですし、パスのプレイスタイルは4つ持っていて、テクニカル、迅速持っています。まあよく言えば高精度とかパワーシュート、あとパスカット欲しいなというところはあるんですが、完成度は非常にいいカードだと思いますね。まあこれはあの選択肢発生しないで取ることになるんですけど、ポルトガルが勝ち上がればかなり期待できるカードだと思います。続いてレベル31、ハフィーナです。レートが95ということで、まあ優勝すれば99になるっていうカードになっています。スキル4ちょっと残念ではあるんですけど、逆足5やっぱ嬉しいですし、ペース99、シュート、パス、ドリブラーも最高クラスに備わっていまして、スタミナも99ですと。プレイスタイルもいいですね。瞬速、テクニカルもいいですし、パワーシュートプラスも素晴らしいと。容赦なし持ってるし、スタミナも99なんで最後まで働けると。まあ、パスのプレイスタイルがないのがちょっと残念ではあるんですけど、見ての通りパスの数値は抜群に高いんで、そこまで気にならないんじゃないかと思います。続いてレベル33、メンフィス・デパイです。この選手もレートが95なんで、優勝すれば99になります。スキル5、逆足4、ワークレート、ハイロー、非常にいい組み合わせですし、能力もね、アップグレードされると、ペース、シュート、ドリブルがもう全部99になるんじゃないかと、期待できるような凄まじいカードになっています。
プレイスタイルプラスも高精度トリベーラトラッパー非常にいいですし、テクニカル鋭いパスロボの達人、まあ、それぞれね、まあ縦横無尽に駆け回れる、自分でそのボール握ってシュートも打てるし周りも使っていけるっていうね、非常にバランスの取れたいいカードだと思います。続いてレベル34なんですが、ここが一番悩むとこですね。クロースとジェラードになっています。まあそれぞれ見ていきます。まずクロースは時代の終わりカードになっています。スキル激化者55になっていまして、このカードはねアップグレはないんですが、もうそんなんは関係ないわと思わせるとんでもない数値になっていますと。当然のことながらパスは99ありますし、ドリブルでいなせるし、ロングシュートも打っていけると守備もできる、非常に完成度高いカードだと思います。でこの選手はね初めてプレイスタイルプラスが4つついたカードになっていまして、容赦なしパスカット、ロボの達人、セッター、まあ、これも非常にいいですし、鋭いパス、的確予測、あとはシールド、まあ、大胆なパスも含めて、まあ、非常に完成度の高いカードになっています。まあ、強いて言うならね、高精度プラスが欲しかったなとは思うんですけど、まあ、こんだけの数値のカードになかなかケチはつけられないなというところですね。いいカードだと思います。もう一方が、名戦士アイコンのジェラードです。クロースと違って、スキルが4っていうところはちょっと残念ではあるんですが、まあ、能力は非常にいいですね。まさにボックストゥーボックスと言わんばかりの圧倒的なシュート性能から、ペース、ドリブル、守備、まあ、それぞれ非常にいい数値になっていると思います。パスのプレイスタイル4つ持っていますし、予測、あとパスカットを持っていますと。まあ、容赦なしがないっていうところだと、ジェラードだったらね、パワーシュートプラス欲しかったなーってどうしても思ってしまうところはあるんですが、まあ、いいカードだと思います。何よりこのカードはやっぱりね、レートアップが控えていますと。しかもイングランド4点取ったらレート99、もうそんなんなるに決まってるやんみたいな状況なんで、非常に期待が高まるところではあるんですけど、レートが99になったからといって数値が全部99になるわけではないですと。具体的に言うと、シュートパスは多分99になるけど、ペースドリブル守備は93とか4とかっていうところで、まあ、ちょっとね惜しさがあるカードではあるなとは思いますね。っていうところで悩む方も多い2択だと思うんですが、やっぱクロースが多いとは思いますね。シンプルにやっぱりね、エンド・オブ・アン・イーラー、まあ、今年引退した選手がまあ欲しくなるっていうのもあると思いますし、で、プレイスタイルプラスが4つか3つかっていう差もでかい。容赦なしプラス持ってるかどうかもでかい。で、ジェラード選ぶんだったらパワーシュートが欲しかったっていうところもあって、まあ、クロースが多くなるんじゃないかと思います。まあ、このジェラードがね、99になった時に数値がどうなるかっていうところも結構期待が高まるところではあるんですが、まあ、クロースが多いとは思います。最後、レベル35が名戦士アイコンのプスカシュです。こんなカードが目標で来ていいんですかっていうね、素晴らしいクオリティだと思います。逆足は5になっていますし、シュートは99、ペース、パス、ドリブルもね、90後半ありまして、で、プレイスタイルの完成度が素晴らしいですね。まず、プレイスタイルプラスが4つついていますと。瞬速、高精度、トラッパー、シールド、まあ、これそれぞれ反則級に強いですし、あとはテクニカル、迅速、で、加えて鋭いパスでパスも展開できますと、まあ、数値も含めて言うことがほぼない、めちゃめちゃいいカードだと思います。ちょっとね、ハンガリーなんで、どれぐらい頑張ってくれるかなっていうところはあるんですけど、ソボスライのゴールに期待したいところですね。レートがプラス2されれば、まあ、攻撃系のステータスほぼ完走するスーパーカードではあるんですけど、まあ、ちょっとね、スキルが4っていうところがちょっと残念ではありますね。このユーロがほぼ終わる頃に手に入るカードだと思いますんで、スキル逆足が55のカードも結構登場するんじゃないかと思ってはいるんですけど、まあ、とはいっても、このプレイスタイルの完成度を超えるカードは果たして、出るんだろうかっていうところはまあ気になる部分ではありますね。めちゃめちゃいいカードであることは間違いないと思います。もう一方の選択肢が88プラス5名パックなんですが、まあこれはプスカッシュかな。特に僕はこういう小柄の縦に素直にいける選手めちゃめちゃ好きなんで、まあそれこそ99になったら絶対プスカッシュになると思ってるんですけど、まあね、このパックが手に入るときにチームオブザトーナメント的なコパアメリカユーロの優秀選手、まあ、ファンダイクとかビニシウスとかね活躍したら、メンツがすごいことになると思いますんで、このパックを取る可能性もまああるなとは思いつつ、ただプスカシがやっぱおすすめだとは思ってます。ということで、ちょっとね、選手紹介長くなってしまったんですが、シーズン7フットボールフェスティバルの内容と報酬おすすめそれぞれ話してきました。ぜひ参考になれば幸いです。コパアメリカ、アマゾンプライムで放映できることも決まってくれたんで、あとはね、ユーロがなんかやってくれたらね、もっと盛り上がるんじゃないかと期待しているんですが、そのあたりは吉報を待ちつつ、ゲーム楽しんでいきたいなと思っています。今後も解説動画の投稿ですとか、生配信も楽しくやっていきたいと思っております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。